はい、お久しぶりです。3番、京都大学2016年3番の解説をしていきましょう。まあ、ちょっとブランク開けちゃって申し訳ないんですけど、やっていきますね。はい、まあ、問題文は、四面体 OABC が次の条件を満たすならば、それは正四面体であることを証明しろと。だから、まあ、結論は、ね、正四面体であることを示せ。4辺の長さが等しいって言えばいいわけですね。はい、ただ条件がですね、まあ、頂点 ABC からそれぞれの対辺を含む平面へ下ろした垂線、まあ、僕の図ちょっと分かりにくいかもしれませんが、 A から三角形 OBC、 B から三角形 OCA、ね、はい、C から三角形 OAB に垂線を下ろす、それらが全て、ね、この各面の外心になっているという条件がある。はい、その条件がおったら、まあ、全部等しいですよ、すべての辺の長さが、まあ、そういうことを証明しろと言われている。で、まあ、ここにも書いたんですが、まあ、空間図形の、ね、まあ、証明問題とか、まあ、出てきたら、まあ、ベクトルやったらどうかって考える人は、まあ、多いと思いますし、結構それでうまくいくケースが多い。ただ今回の教材の入試問題はこういうやつをはめようとしている問題だと考えられますね。はい、だからベクトルを使ったら基本ベクトル OA、OB、OC の3つを定めることが多いだと思いますし、やっぱりそしたらスモール A ベクトル、スモール B ベクトル、スモール C ベクトルに関する、まあ、条件を、ね、手に入れておこうと考えるのは自然ですから、まあ、書かれた条件が、ね、まあ、スモール A、スモール B、スモール C、まあ、基本ベクトル、基準ベクトルに関する、ね、まあ、絶対値、大きさや、まあ、内積、まあ、こういった条件に還元しようっていうのが普通のベクトルの問題の立場なんですけれども、まあ、こういうアプローチを試みたら多分書き出しているうちに死亡すると思います。まあ、この各垂直条件を書いていくとか、まあ、この外心の条件を書いていったら、まあ、相当カオスだという状況になっちゃうんですね。はい、まあ、やってみれば分かりますが、多分これでやろうとすると飛んじゃうんじゃないかなって思いますね。はい、で、まあ、そこで、ね、空間でなかなかね、機械とかノーマルなことやらないんですが、まあ、今回それでやっちゃったら楽勝なんですね。まあ、背景というか事実として、まあ、こいつが頭にあるかどうか、はい、例えば四面体やったら、まあ、頂上の点から点 A、点 B、点 C にこの辺の長さが等しいときに、まあ、垂線を下ろしたらこいつは外心であるという性質はありますし、まあ、逆もね、これは言えてくるんですけれども、はい、まあ、ここに書きました通り、はい、OA、OB、OC が、ね、等しければ、H は三角形 ABC の外心であり、またこいつが外心やったらこいつらが等しいですよ、っていうこともまた言える。まあ、そもそも外心であるという条件は、どう考えられるんですかって言ったら、距離に還元できる。はい、AH、BH、CH が等しいという条件として、まあ、こいつらは読み替えることができますし、で、まあ、次だから、まあ、その証明もやっといたろうかということで簡単にやりますね。はい、まず見ての通り OA、OB、OC が言えている。で、OH 共通である。で、あと直角であると。だから、はい、OAH、OBH、OCH は、まあ、直角三角形の合同条件を満たしていますので、まあ、OAH、OBH、OCH が全て合同です。したがって AH、BH、CH は等しいですよ、まあ、いうことが言えるし、まあ、これはね、もう普通に頭に入れとかなあかん話であって、まあ、今日の問題解くための知識としては、まあ、こういったものが必要になるぞと、まあ、いうことになります。まあ、回答を書いていってもね、まあ、そんなに時間かからない。ただベクトルでやろうとするやつをちょっと振ろうとしているね、まあ、匂いが大いに感じられました。はい、じゃあやっていこう。はい、まあ、回答はね、さっき言ったことなぞるだけですから全然難しくありません。はいよ、あとは工夫もいりますね。で、まあ、このA からね、ちょっと OBC に垂線を下ろすという絵を描きたかったんで、まあ、ちょっと A が上に来るような、まあ、図を描いてみましたと。まあ、そして、ね、垂線の足 H。で、すでに条件として H が外心であることと、この垂直条件は使える。すなわち、外心であるってことは、ね、はい、これ、
HO、HB、HC、すなわちこの点から3頂点までの距離が等しいっていう状態ですね、円周上にあるわけですが、まあ、だからこの条件は、ね、はい、まあ、HO、HB、HC が等しいですよっていう条件に還元できます。で、それをやったときに、まあ、この垂線の話から言えるのはこいつとこいつとこいつが等しいと、まあ、いうことだけやぞっていうことは、まあ、前提に考えて、頂上に B を持ってきて C を持ってくるケースは、まあ、以下同文と同じように解けるなと、まあ、いうふうに解釈していただければそれでいいですね。はい、じゃあ、まあ、この一つのケースをさささっと証明しましょうか。はい、まあ、証明 H が三角形 OBC の外心であると、まあ、いうことは、ね、OH、BH、CH が等しい、これは R とします。で、まあ、垂線なんで、ね、各 A、OHA、BHA、ね、CHA が90度と、では三平方の定理を各三角形で使うんですね。まあ、どこやねんと目指してるのは AO、AC、AB ですから AOH、ABH、ACH、 まあ俺の下手くそな絶対分からんけどこいつらまあ合同なんですね。で、まあそれが言えてきまして、はい、で、まあ三平方の定理バンバンかましてみました。 AO2 乗、AB2 乗、AC2 乗、それぞれ完全に同じ式になってますから、はい、まあ、これで AO、AB、AC は証明できたということになります。まあ、これと同じ処理をですね、頂上に B、頂上に C を取って考えてあげたら同じように言えてきて終了ですっていう、まあ、めちゃめちゃ単純な問題ですね。まあ、これはペグトロで戦いを挑んだ人を、ね、まあ、ちょっと空間付けやったらペグトロやっていう短絡的な思考の人をですね、まあ、ちょっと却下する狙いがありますので、まあ、幾何っていうものをね、まあ、常に、ね、視野に入れながら、ね、あの図形問題解いてくださいっていうことになります。じゃあ3番は以上です。